皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスター今日もやりましょうか。さてね、今日なんですけどね、なんかいつの間にかさ、4月に入ってポケモンのレートバトルのね、またレギュレーションが変わってさ、なんかね、そう、純伝説のポケモンが使えるようになったんだよね。あれなんだろうって光ってるの見に来た。あ、ドヒドイデだあれ待って、俺ドヒドイデ持ってねえから捕まえるわ。ちょっと待って、待って、捕まえ、あ、待って、手持ち大、手持ち大丈夫か？大丈夫だ、手持ち。ちょっと、ごめん、いきなりなんですけど、その話だけさせて。そう。で、今日の動画では、そう、純伝説のポケモンを育成して、そう、レートバトルに持っていけれるようにやっていきたいなっていう、そんな感じです。どうぞよろしくお願いします。やー！よし、一撃粉砕。なんで今日も頑張っていきましょうか。さあ、モンスターボール投げるか。はい。で、まあ、純伝説のポケモンってさ、その、災いのポケモン、最悪ポケモンって言われてて、まあ、チオンジェンと、チオンジェンチオンジェンやったっけ。ちょ、名前がちょっと怪しい。あと、チオちゃんと、パオちゃんと、イーユイとディンルーだっけ。なんでね、確か。佐藤ひどいで、あたたたに登録されました。人手なしポケモン、新たかな、海流が流れ込む場所をめぐって、ハギギシリと激しく争うが分が悪いぞって。負けんのかい。まずかもね、まだちょこちょこ埋めようと頑張ってます。ドンと。俺、海流とかまだ持ってないんだな。海流もレートで強いらしいけど。ねえ、まあ俺、なるべく今回の新作ポケモンの限定の子たちでね、レート行きたいからね、ちょっとそのあたりは保留しておきましょう。で、伝説のポケモンって、じゃなくて、純伝説のポケモンって4体いるんですけどさ、どの子にするかって話なんですけどね。チオンジェン、パオジアン、イーユイ、ディンルー、これですね。チオンジェン。どうする？全部悪タイプで、草炎氷地面なんだよね。草炎氷地面。まあ、どうしようかな。この子たち。この子たち一応ね、このレートバトルで使う予定の子たちって、ここにいるんですよ。で、パーモット、このヨザル、叫ぶ尻尾が今俺のレートバトルのね、常連パーティーなんですけど、3匹しかいないんですけど。まあ、氷はあるから、ね、パオジアンはやめとこうかな。格闘の聖なる剣持ってるから。ってことで、チオンジェン草タイプ。草タイプって大丈夫なんかな？見た目はすげえ好きなんだけどね。で、ディンルイーユイ。いやー、いいな。俺の中では今、ディンルかね、イーユイにしようかな、思ってる。で、能力、災いの器。相手、自分の以外の特攻が弱くなる。相手の特攻が弱くなる。で、こっちが、ね、チオちゃんが攻撃が弱くなる。で、相手が特防が弱くなる。アタッカーか、って感じか。ね、相手防御弱くなるだから。アタッカーか、受けポケモンが欲しいかってとこだよな。俺、アタッカーばっかだから受けポケモンだな。じゃあ、ディンルーだな、今日。育てんの。よし、じゃあちょっとこの子育てましょうか。ディンルー！見てくれ。頭に器が乗ってるっていうポケモンですね。地面タイプのポケモン。まあ、技的にはどうなんだろうね。え、何覚えるだろう、技。挑発とかは便利な技。どういうのがあるんだろうな。巻き菱とか打てるしな。ステロとか覚えるかな。はい。じゃ、ちょっと今、育成論ちょっと見つけてきたので、それ通り作っちゃいましょうか。ちょっとむずい。まあ、ステロを俺使いてえなと思って。やっぱステロあるとね、便利っていうか、俺が好きなんだよ、ステロ。みんな好き？ステルスロックってあの、キモい技。交換するためにダメージを受けるって技なんだけど、これ覚えるんですよ。ってことで、ステルスロックを起点とする技を、技構成に、じゃあ、ちょっとやっていきたいなと思います。はい。で、なんか、吹き飛ばしも覚えるんだ。吹き飛ばし。いいね。ちょっと嫌だね。ステロ巻いて、吹き飛ばして、なんかカタストロフィーとか入れて、とか、できたらだいぶ強いよね。あと一個を、地震でいいやろ。さあ、自信が、レベル70で覚えるみたいですね。ドンと。70で覚える。結構、しんどい。飴をいっぱい使う。飴大好き。70!OK!
70でこれで技を覚えさせましょう。よし、さあとりあえずこれで技構成は完成ですね。でもどうやって使おうかな。置き土産とかも使えるのいいね。起点用にできるところもね。はい、まあ技構成は一旦こんなもんにしときましょう。はい、じゃあ次努力値振っていきましょうか。あー、努力値の前に先にいじっぱりのミント使っとこう。性格はいじっぱりです。はい、 OK です。じゃあちょっと振っていきましょうか。はい、振り切った。さあとりあえずこれでね、デン・ルーの努力値振りました。概要文のところにどんな感じで振ったかは書いておきます。参考にしたところも貼っておきますね。ってことで、まあ、こんな感じで作りました。本当にこれでどう使うのかは、まあ、なんとなくで使ってみましょうなんとなくで使ってみましょう。本当にヒット H ちょろっと、攻撃多め、特防多め、ね、防御は余ってるやつみたいな、素早さもちょろっとみたいな感じで振っております。特攻は無振りって感じかな。よし、すごいバランスの取れた取れてんのかな、バランスの取れた振り方しております。はい、では最後に特訓してからね、レートバトルも送ってみたいなと思います。いけるかな、特訓してくださーい。よし、で、特訓させるのがもちろんディーン・ルー。銀のお金お願いします。まあ、とりあえずヒットポイントと素早さ、特攻は別にいらないからね。これだけグッと特訓しておきましょう。よろしく。よろしい、リンルは強くなったぞ。で、俺あとちょっとさっき気づいたんだけど、俺のさ、エースポケモンパーモトちゃんいるじゃん、色違いの。この子ね、実を言うと何もやってなかったんだよな。やば。まあ、出番今までなかったんだからなんだけど。よし。パーモットちゃん。ルル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 ルッと。オッケー、パーモットは強くなった。よし、オッケー。では、この子たちで今から挑みたいと思います。レートバトル。で、手持ち一旦もうこれでいきましょうか。あ、そうだ。で、道具なんですけど、なんか、お盆の実が良さげらしいので。じゃあ、お盆の実持たせましょうか。さてさてさて、バトルやりましょうか。久しぶりですね。バトルスタジアムへ行きましょう。ガチ久しぶりだ。でーんと、あれ、ここのイラスト変わってる？わかんないや。よし、ではではやっていきましょうか。シーズン5だったらしいです、ランクバトルへ。俺今何級？新しいランクからねえ、全然やっとらんかったからな。ありがとうございます。全然や、すいません、全然やってなくてすいません、このランクバトル。というわけで、え、まだ、いっちゃん最初からスタートだぞ。ねえ、じゃあ俺のポケモンたちで行きましょう。え、俺大丈夫？努力値振った、レベルも上げた、レベルは元からある、持ち物もある、特訓もしてる。え、大丈夫だよね？わかんねえ。まあ、ダメだった場合は、ダメということで。伝説、純伝説の曲とかないの？純伝説の曲。ないわ。伝説の曲にしとこじゃ。え、ないよな。さあ、バッチングしました。対戦よろしくお願いします。やっぱ純伝説入れてる。やっぱ入れるよな、わかる。俺も入れよう。ディンルー先頭にして、ステロマこうぜ。で、このヨザルと、あとパーモットでいきましょう。まあ、うちのエースたち、下げむしっぽが先頭の起点用ポケモンで、まあ、ディンルーの結構ハブってんすよね。なんで、相性が悪そうだったらね、ディンルーとかっていう風に切り替えていこうかなと思います。よし。OK です。対戦よろしくお願いします。やばい、ドキドキする。あと2匹何作ろうかな。炎系欲しいよな、炎。マッチング、よろしく。さあ、戦いの時は来た。グレイアルマ！来たな、グレイアルマ。燃え盛るやつ。特攻が弱まった。グレイアルマで何タイプかわからん。炎、ゴースト。どうする？ステロマイトくとりあえず。もう自信しとく？自信満々、自信でもいける気がするけど、ステロを巻くっていう決めてるので、ステロ巻きます。トリック！持ち物が、俺何持ってたっけ？お盆の実だ。これ、こだわりかな、これ。火炎玉手に入れただって。やったー！燃えるぜ、俺の体！セルスロック！お盆の実嬉しいか？ねえ、よし。え、ダッチー！いいもんだな、火炎玉の火傷。まあ、別にいいですよ、これ、起点ポケモンなんで。ねえ、カタストロフィーしとこうかな、じゃあ、ここで。噴煙！熱くない！大丈夫、特攻。
がっつり下がってます。さあカタストロフィー、ドゥーンと。お盆の実食べられる、これもしかして。あ、俺のご飯食べられた、許せねえ俺のご飯食べられたいいなこれ、やけどのダメージを。もうこれ先発もうなんだろう、機能停止したのでこのまま行きましょう。カタストロフィー噴煙。さあ向こうの特攻、あ急所当たった、特攻下がってるのでもうあと気にせずに行きましょう。このままガンガン行きましょう。カタストロフィーの効果としては相手の体力を半分にします。怒りの前歯と同じで、これねすごい最悪です。で吹き飛ばしますか、もう一回。ほらお前どっか行け、運営もういい、どっか行けお前ポケモンチェンジしろ。そう、その効果によってステルスロックでお前はドッカン。あ、出た、パオちゃんだ、パオちゃん結構効くな、パオちゃん岩は効くな。技の剣で防御力が弱まった。なんだその効果は、食べ残し、食べ残しパオシアン、やついよ。火炎玉渡してくるのなかなか陰キャだよな、やめてよ本当。さあこれ多分やられるです、でそうやられます。スララ落とし、空振りワンチャン狙いました、ダメです、抜群。さあここから勝負といこうか、次だな、やべ食べ残されるなこれ。さて向こうが、で聖なる剣とかつらら落としとかだけだよね。まあもうポケモン入れ替えましょうか。よし、さあコノちゃん、ベレベカモン、ベレカモン、カモンカモンベレベ。これ一回筋トレできるよな、多分一回筋トレマッチョになろう。物理アタッカーだもんね。はっ、あすいません、やばいですこれ、皆さんやばいですこれ、これやばいです。サイコファンクとかそんな技覚えるとか聞いてません、やばいですこれ、これはやばいですこれは、皆さんこれは、やばいです。はい、一旦もう一回言っとく、これはやばいです。どうしよう、マジでやばいかもしれない、マジでやばいかもしれない、これはドレイパーチ、もう、絶対負ける素早さ。バーグってる、あやばい負ける、俺は負けるのか、このポケモントレーナーライダラ、この戦い敗北するのか。負けたくない、負けたくない、まだ大丈夫、まだ終わらない。パモちゃんお前しかおらん、かわいい、かわいさは世界一、行くぞねえ、マッパパンチ、いやー強っ、急所も当たったし強っ、マッパパンチ最強やんけ。パモとお前が救うんだ、すべてを救え救え救え、全員救え、やっつけろ。勝った勝った勝った、これ勝てる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 ぞこれ、マッハパンチマジ最強すぎる。ソウプレイス、もう出てきたか、だがダメージを食らっとるな。これ皆さんもらいました、テラスタでいきます、伝送衝撃いくぞ、やっと出番が来たね、うちのエース、かわいいちゃん、ピンクでかわいいポケモンっていうのは、ビギナー級っていうのは、一匹強いポケモンがいたら勝てんだよ、知らんけど、いけおらい、よしよしよし、痛いてないよね、いってるよね、よし、ソープレスは倒れた。さあ残ってるポケモンは体力あと1ミリ、電気を使い切ったことはない、テラストル電気です、大丈夫です。グレーンアルバ、体力なくない、なくない体力、よしよしよし、岩が食い込む、素早さ俺の方が高いよなこれ。まだまだ行きましょう、伝送衝撃終われ、電気食らうとなんか回復するとかないよね、テラスタル、何テラスタル、地面とかない、これ何これ、炎、よし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 、ビビったビビったビビった、炎テラスタル、おい素早さ俺の方が高いぞ多分、伝送電光衝撃いけ、よし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 、俺の勝ち、なかなかにビギナー級の戦い大味でおもろいな、やっぱこれ俺上のランクいける気せんぞ、大丈夫かみんな、
ここからやな。ここからの戦いに期待しましょう。はい。というわけで勝利。この夜猿、あれだな、あの、壁がないと積む暇ないな。そうだな。壁ないと積む暇ないから殴った方がいいな、これ間違いなく。よし。というわけで、勝ちました。ありがとうございます。よし、じゃあ次も行きましょうか。やっぱ、待って、サーフ号とかもいる。ねえ、パオちゃんすげえおるけど、パオちゃん人気なん？ねえ、ポケモン俺ごめん、またさっきと全く一緒なんだけど、この夜猿だけ、ちょっとちゃんとね、あれですね、今回は積まないで殴りましょう。そこだけ注意しましょうね。さて、始まる戦い。勝つぞ、また！よろしくお願いします！パルデアチャンピオン！マジか、俺名前つけてね、二つな、よく考えたら。ただのディンルーだ。さあ、この対面よく見るな。この対面よく見るな。これ普通にきつくねえか、よく見たら。ステロ巻いてもう即終わるだろ、これ。ステロだけ巻いとく、とりあえず。剣の舞！待って、積まれたけど！これやばくねえか、普通に。ステロ、おっと。これ普通にやばいですね、これ。吹き飛ばしできるかな。まず今ね、積まれても死ぬ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 。ねえ、アイススピナー、うわお、一撃粉砕。あ、まずいっす、これマジで。マジの話、マジでまずいです。マジでやばいです。マジマジマジですね、これ。パンモットよろしく。やばい。やばいやばい、これ。まず待って、まず落とす、絶対落とす、絶対。マッハパンチ、マッハパンチ。マッハパンチ2回打ちます。マッパします、マッパ。マッパパンチ。うえい、タスキか、これ。やばい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 。やばい、向こう、構成ガチだ。やばい、タスキか。さあ、アイスピー。いてー、俺もなんだよねー。恐ろっちだねー。俺のが早い、マッハパンチ。不意打ち。あ、ごめんなさい。不意打ちは、負けたかもしれません。皆さん、すいません。あの、負けたかもしれません、このバトル。マッハパンチと不意打ち、俺マッハパンチの方が優先度高いと思っておりました。不意打ちが早いんだ。これ、オアですかね。はい。これ、オアですかね、ここは。うん、アイススピナーで、これ、オアですかね。あ、対戦ありがとうございました。まあ、サクサクいきましょう、サクサク。はい。はい、じゃあまた次の対戦よろしくお願いします。ディンルー使う場合、ちょっとね、残りのポケモンちょっと考えなあかんな、やっぱほんまに。ねえ、俺、やっぱこの下げ虫を起点とするこの夜猿パーモットって組んでたから、ねえ、ちょっと、他の組み合わせだと、やっぱなんかこの、何？うん、お互いのね、やっぱシナジーっていうの、うん、相乗効果があまりないよね。ちょっと頑張ろうと思います。はい、よろしくお願いします。今度こそ行きましょう。あと、あれだね。あの、敵の積み技いるポケモンがいると、ちょっとどうしようってなるね。これやばいね。ちょっと対策考えれば。ねえ。キラフロ、出た出た出た！おい！これステロ対決じゃねえか、おい！ステルスロックだろ、お前！知ってるぞ、俺。ステルスロックして毒巻くんだろ。なあ。出たな！岩対決だ、これ。やばいって、これマジで。ステルスロック！お互い岩枠か。俺の好きな技。俺もキラフロで作るか悩んだ。マジで。でも、順伝解禁されて君がいるし、もうこの子になった。どうしよう、これ。どうしようかな。ね、自信打っとく、とりあえず。ね、まあ、厳しい。あ、うーわ！そういうことすんだ！これ、毒菱巻かれるじゃん、これ、攻撃当てたら。お、やっつけたわ。九州当たった。ラッキー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 。いや、火力ある。巻き菱、毒菱、ステルスロック。お、地獄が来たわ。どうしよう。どうしよう。みんな、地獄がここにあったんだ。マジでピンチです。あ、パルデアチャンピオン、鉄の包み。パルちゃん。めっちゃ効いとるじゃん、パルちゃん。どうしよっかな、これ。積み技は持ってねえから、水の技を絶対打ってくると思うんだよ、鉄の包みに。だよな、絶対。へそ続いて見て体力あんまねえから、これ、地震打っときゃなんとかなるくない？うん、結構耐久ないし。ねえ。まあ、レービア耐えます。最強なんで。はい。おら、強っ！何そのご飯。
美味しそう。お盆の実ですかそれ。お盆。よし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 、お盆お盆お盆。確定ですね、これでやっつけれます。うまちですね、これうまち。レビー耐える。よし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 。はっ。凍ったまま食った。どうやって食ってんの。おいしい、おいしいけど動けない。えそんなことある。えそんなことある。いやそんなことある。ねえめっちゃ大変な。ひどいやろ。絶対今、おい積まれたぞ。おいずるだろそれ。溶けたわ。よっしゃー。甘えただ。俺の勝ちだ。よし、鉄を積み落としたんで、でかすぎる、でかすぎる。これでよーしよしよしよし、溶けるんだ。頼れる相棒鉄の会。なんでその二つな、かっこいいな。鉄の会な。なになになに、これクォークチャージ。あー、攻撃力アップか。大丈夫です。ねえ、もうやることないので、もういいよ、これ。カタストロフィーしとくよ。ヘビー。いや、これね、どうしようかな、ほんと。鉄の回な。まあ、まあ、猿で、行くざるするしかないか。ねえ。鉄の回な。いや、これガチでやばいか。鉄のガイナってマッハパンチとか持ってんの。毒も食らったし、なんだこのハッピーセットは。ハッピーセットがすぎるだろ、これ。ねえ。いや、これ、どうしようもなくね。ドレインパンチしとくか、とりあえず。一旦、ほら、ちょっと体力、じゃあ全然効かんって。ちょっと減った体力、返してもらおう。減った体力、少し回復させてもらおうって。雷？特殊技？麻痺は食らわん、麻痺は食らわん。特殊？鉄の回だ。鉄の回は特攻クソ低くなかったっけ。ねえ、大丈夫。俺が水タイプだと思ったか。わかる、わからん、わからん、わからん。クォークチャージで攻撃上げたろ。フンドの拳いきましょう。これはさあ、多分先制攻撃の技ないっていうことなので、おそらくこのまま殴っていきましょうか。ヘビーボンバー、めっちゃ効くな。毒で死ぬかこれ。あ、食べ残しあった、食べ残しあった。俺は食べ残しの男代打だ。ご飯を食べて大きくなって、食べ残しのおかげで生き残って、あ、死にました。はい、うん、やっぱ死ぬときは死にます。ご飯食べても死にます。これ負けたかも。これ、負けたかもしれません。皆さんどうしたらいいですか。これ負けたかもしれません。皆さん助けてもらっていいですか。これどうしましょう。とかというか、食い込みからの、まきびし。ねえ。いや、これどうしようかな。これ、ねえ、マッハパンチ、レードパンチは倒しきれねえから、この夜猿の、なんか、パワーで、なんとかならんすかね。この夜猿の、なんかさ、フンドの拳とかで。ね。ヘビボーン多分死ぬもんね。復活して戦えるようになった。いけ！おい、そんな強いやつも覚えんのか。あ、ラッキー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 、これラッキー。ガチラッキーガチラッキーガチラッキー。向こうが能力ダウン入った。これガチ馬ではないですか。再起の祈りの効果で。いきます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 。復活しても、あれだよね。継続じゃなかったっけ、この夜猿のフンドの拳って。めっちゃ痛え、これ。毒も食らうし。さあ、お互いの最後の一撃いこうか。決まるぜ、俺のパワー。フンドの拳、防御下がったもんな。ほら、よし、よかった。危ね危ね。俺もうビギナーでマジギリギリなんだけど、戦いが。なんでだよ、このゲームむずいって。さあ、ランクはとりあえずまだビギナーのランク2まで上がりましたね。ありがとうございます。頑張ります、今後とも。今後とも頑張ります。ちょっと
なんかいいポケモンいねえかな。俺もサルゴ作ろうかな。サルゴ強そうだし。ちょっと、まあまあ次回また考えます。よし。というわけで皆さん、じゃあ今回ここまでにしましょうか。で、まあちょっと図鑑面まだちょっと終わってないんですけど、バトルのポケモン、あと2匹かな。またちょっと近いうちに作って、ランクバトルもランク上げれるようにしていきましょう。で、その6匹作って潜ってきつそうになってきたら、なんか、環境に強いポケモンとかをどんどん入れていけたらなと思います。はい。それじゃあ終わりましょう。また次回の動画でお会いしましょう。あっさよー。ポケモンムズい。